キリバス。キリバス共和国、通称キリバスは、太平洋上に位置するギルバート諸島、フェニックス諸島、そしてライン諸島の一部等を領土とする国家で、イギリス連邦加盟国である。キリバスは33の干渉からなり、それらは赤道付近に350万キロ平方メートルにも渡って散らばっている。そのために、世界第3位に相当する。 ハイタ的経済水域を有している。ただし、陸地が少なく、領海や接続水域も少ないため、これらを含めると15位にも入らない。世界で最も早く、日付が変わる国でもある。正式名称は、リパブリック・オブ・キリバチ、通称、キリバチ。キリバス語での発音は、キリバシ、または、キリバスのように聞こえる。日本語の表記は、キリバス共和国。 通称キリバス。国名は1788年、クルーゼンシュテルンダが島を発見した、イギリスの水夫トマス・ギルバートにちなむ。キリバス語は、G 音や L 音を書くため、英語読みのギルバートが転じて、キリバスとなった。先住民は、約2000年前西方からカヌーに乗ってやってきた、ミクロネシア系の人々であった。最初の来航した、ヨーロッパ人は、 スペイン人口開花で1537年にクリスマス島、ゲンキリティマティ島を見した。1777年にはイギリス人のジェームズ・クックが来島し、19世紀初めからヨーロッパ人による経済活動が始まった。1892年からギルバート諸島は隣のエリス諸島と共にイギリスの保護領となった。1916年には植民地となった。 第二次世界大戦中の1941年にイギリスの植民地政府を放築した大日本帝国に占いされ、後に一部の島は要塞化された。1943年よりアメリカ軍との間にギルバート・マーシャル諸島の戦いといった激しい戦闘が行われた。1956年から1962年にライン諸島のクリスマス島がイギリスと アメリカ両国の核実験場とされた。1971年に実地領となった後、1978年にエリス諸島はスバルとしてイギリスから独立した。1979年にキリバスが独立した。独立の際、アメリカはほとんど無人のフェニックス諸島及び3つの島を除くライン諸島すべての所有権を放棄し、 それぞれキリバスの領土となった。独立当初は領域内を日付変更線が通過し、キリバスの時間体系は島によって日付が異なるという行政上において不便な設定になっていた。このため、1995年に日付変更線の位置を領域の東端にずらして不便を解消した。また、これによって世界一早く新しい1日を迎える国家になった。 マネアバにマウンガタブと呼ばれるキリバスの議会は4年に一度の選挙で選ばれ46人、うち直接選出が44人の議員で構成される。大統領は元首であると同時に行政府の長でもありベレチテンチと呼ばれる。21の友人の島にはそれぞれ地方議会があり、日々の問題を処理している。主要政党には真理の柱、 キリバス共同台頭の二頭がある。外交面では1980年から中国と国交があった。その後2003年に台湾と外交関係を開いたが2019年に中国と復興。海抜の低い干渉が多いためにキリバスは近年の海面上昇で国土の半数以上は水没の危機にある。あのテトン大統領は2007年8月に 日本の読売新聞のインタビューで、もはやキリバスの水没は免れないと明言、全国民の他国への移住計画を発表した。大統領は、熟練労働者としての移住のため、キリバスでの職業訓練支援を、日本国、アメリカ合衆国、オーストラリア連邦などに呼びかけている。キリバスは、基本的に三つの諸島、ギルバート諸島、ライン諸島、フェニックス諸島と一つの島、 バラバ島からなっている。行政区画では、以下の6地区に区分されている。タラワを含む4つの地区は、ギルバート諸島にあり、住民の多くはここに住んでいる。ライン諸島には3つの島、キリスイマスイ島、タブアイラン島、だけに人が住んでおり、フェニックス諸島では、関東島に住民がおり、ラインフェニックス地区を代表している。バナバの2001年。 の人口は約200人であるが、フィジー共和国のランビ島に移り住んだ人々を代表するランビ指導者評議会がフィジーのランビ島に設立されており、バナバ及びキリバス政府と緊密な関係を保っている。ナウル共和国など周辺のいくつかの国と同様、キリバスはほとんど天然資源を持たない。商業的に成立しうるリン酸塩の交渉は、 1979年の独立とちょうど同時に枯渇してしまった。現在はコプラ、干渉用魚や海藻が生産及び輸出の大半を占める。経済は近年大きく揺れ動いている。経済発展は熟練労働者の不足、インフラの未整備、国際市場から遠く離れていることにより制約を受けている。経済成長率。 物価上昇率ともに2003年で1.4%である。イギリス植民地時代に、林鉱石の売上の一部を積み立て採入、均等化準備基金が作られ、現在キリバス国外で運用、投資され国庫の赤字分を補填しおり、残高は2005年末時点で6億5ドル弱を記録した。キリバスの土地利用においては、農地が最大の面積セント。 1994年を占めている。農業従事者は人口の10%に相当する9000人である。タロイも2000トンとバナナ5000トンよりも加工して輸出に向けるためのココナッツ9万6000トンの生産が盛ん。畜産業では豚1万2000トン。水産業も小規模ではあるが存在する漁獲口3万1000トン。 また広大な経済海域を持つことから、日本や台湾、中国、大韓民国やオーストラリアなどの外国漁船による入漁収入が政府の総収入3割を占める重要な収入となっている。最大作物のココナッツを加工し、コプラ1 2千トンを生産している。養豚により、食肉加工業も成立している。千トン、重工業は存在しない。 2001年の輸出額は729万オーストラリアドル、輸入額は7501万オーストラリアドルであり、かなり大きな貿易赤字である。輸出品は農産物と食品工業を中心とした農産物であり、輸入品は食料、機械類、燃料である。主な輸出品はコプラ、魚介類、野菜である。主な貿易相手国はバングラデシュ。 約5割を占めるアメリカ合衆国、マーシャル諸島、デンマーク、香港。主な輸入品は機械、穀物、石油製品、電気機械、肉類。主な輸入相手国はオーストラリア、約4割を占めるフィジー、日本、アメリカ、中華人民共和国。観光業は GDP の5分の1以上を占めている。特に日本国、 オーストラリア連邦、ニュージーランド王国、台湾国からの政府支援が GDP に対しての大きな補助となっている。その額は近年では GDP の25%から50%を占めている。2017年のキリバス金融経済省の発表によると国会予算の約50%が海外からの支援によってまかなわれている。 海外で働いている労働者からの送金は、毎年500万ドル以上である。キリバスには、国営放送のブパがあり、インターネットにおいてはという、プロバイダが主流である。新聞は売店などでの販売が主流で、週に1回キリバス後における新聞が発行される。キリバスの交通も参照タラワにある、ボンリキ国際空港に、ブリスベン、ホニアラ、ナンディ、 ナウルとの間の飛行機が飛ぶ。いずれも、週1から2便の運航である。日本から行く場合は、直行便がないため、グアムやブリスベン、フィジーのナンディまで行き、タラワに戻る格好になる。空港から、中心地、バイリキまでは、車で1時間である。また、国内のキリスイマスイ島に、カシディ国際空港もあるがタラワとの距離が 3000km 以上、アリドー国内で、 運行可能な機体がなく、フィジーを経由する国際線で乗り継ぎが最短ルートとなっていが2018年にエアキリバチが E190E の2機購入契約したことで、同機が納入される2019年以降、直行便可能な機体を保有することになる。幹線道路の総延長は1996年推計で 670km である。 舗装率は不明であるが、2001年時点で首都、南タラワは2 7トルの舗装路が整備されている。ライン諸島に小さな運河が5キロメートルある。主要港湾はバナバ、ベティオ、ベーチオ、イングリッシュハーバー、タブアイラン島、関東の4つで、キリバス船隻の大型商船は一隻在籍する200年現在。この商船は客船喧貨物船で、 無積載で1295トンある。住民は 98.9%1990 年がミクロネシア人で、他には少数のポリネシア人やヨーロッパ系人種や韓国系等の混成者もいる。言語はキリバス語と英語が公用語である。英語よりはキリバス語の方が広く話されている。キリスト教が主要な宗教だが、 固有の宗教の習慣などが混ざったものになっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。